九代目、市川段十郎の鎌倉健五郎影政二代目、段十郎の鎌倉健五郎しばらくの以上は、時代が下るにつれて重厚なものになる。二代目段十郎が活躍した、元禄年間には、まだ簡略なものだったことが伺える。初代、小野松助の受け。完成六年十一月、河原崎座の松忠不付属須ぬきより、落が、 四代目、瀬川菊之丞の共栄午前、女しばらく、完成十二年。九代目、男十郎のしばらく像、しばらくは、歌舞伎の演目で、歌舞伎十八番の一つ。時代物、荒ごとの代表的な演目である。恋へ突こうと目論む悪党の清原武平が、自らに反対する、鴨次郎ろう吉綱ら他人数の善良なる男女を捉える。 清原武平が、成田五郎ら家来に命じて、鴨次郎義津奈良を打ち首にしようとするとき、鎌倉健五郎影政が、しばらくの一声で、殺走と現れて助ける。元禄十年一月、江戸中村座で、三階名古屋の中の一場面として、初代市川團十郎が初演。中村明石聖三郎と、初代團十郎による合作である。この大詰めがこの後、 しばらくとして知られるようになる演目の原型となったと言われる。また一説には、元禄5年江戸森田座で上演された大、大副長朝比奈百物語の一場面が原型となったとも言われる。以後江戸では、毎年11月の顔見せ工業で上演された。五代目、市川海老蔵により歌舞伎18番の一つに数えられ、以後は、場の通称だった、しばらくが、 下代として扱われることとなった。またかつては上演のたびに登場人物が変わっていたが、明治28年、福知大地王子によって改訂されたものを基本とし、九代目、市川段十郎が上演してから一幕物として、独立、その時の脚本が固定されて、現在に至る。しばらくは筋書きが、簡単明瞭なだけに常に、人気演目の上位に挙げられる演目となっている。 歌舞伎作者で劇評家のおかき太郎は、ナンセンスな芝居、理屈を言わずに黙ってご覧なさいと評していた。また本来が、毎年の顔見せ工業で演目の一つに付け足される、吉礼という形の演目だったため、筋書きや内容よりもむしろその体裁の方が、重要な演目だった。なお荒ごとの代表作として、しばらくしばしば海外でも上演されるが、A 代は、文字通り、 ジャスト、A モーメントとなっている。江戸時代には登場人物の名は一定せず、工業ごとに異なった名が用いられてきた。ただし、それではいかにも紛らわしいので、歌舞伎関係者や歌舞伎に通じた江戸っ子たちは、それぞれの役どころを主役の善玉がしばらく対する悪玉が受け、その家来が腹出しといった具合に通称で呼んでいた。役名が 現在のものに固定するのは明治28年に九代目炭十郎によってしばらくが独立した一幕物として上演されて以後のことである。主人公のしばらくは悪霊を払う霊力を持つ前髪姿の少年である。その霊力を代々の炭十郎は送電の睨みで表現してきた。かつては魔除けのためと、 楽屋裏にまで押しかけたひいきに、しばらくの熊取りのまま睨むといったことまであったという。四代目、岩江半四郎は、魔王山でありながら、顔に筋熊を取った、市川流の荒ごとで、しばらくを務めたが、山場を迎えたところで女に変身して引っ込むという、珍しい演出を見せた。受けを務める役者は、金冠に、銀の側帯、王子桂に、久米荒と呼ばれる。 会議の青の熊取りを取る。貫禄と品位が要求される役所で、江戸時代は、初代中島三はじめ衛門が、明治以後は五代目、中村歌え門戦後は二代目、小野江小六、十三代目、片岡二座衛門などが当たり役とした。座組によってはしばらくを、立尾山が演じる、女しばらく、という改逆版になることがあった。ただし、しばらくが、 鎌倉健五郎にようやく落ち着いたのが、明治になってからのことだったのに対し、女しばらくの方は、古くから、ともえ午前と相場が決まっていた。大立ちを下げて、花道を早足で、しばらくと登場して、ようになるような名の知れた女性が、日本史の上では、この、ともえ、半額ぐらいしかいなかったためである。ありがとうございます。